おはようございます。おはようございます。カオラックに来て3日目の朝です。はい、今日はソンクランです。水かけ祭り。水かけ祭りだ。まずは朝ごはんを食べます。朝ごはん会場は昨日と同じ。今日もバイキングです。グッドモーニング。衣装着てる。あ、本当だね。おお。今日は昨日の反省をして、朝は炭水化物をなしにしました。昨日反省してたんだ。朝から食べ過ぎた。昨日お腹いっぱいすぎて食べれなかったので、今朝こそあとエッグベネディクト。ちなみに朝食のラインナップは、まあ、昨日とほぼ同じでした。今日のスペシャルメニューっていうのでマッサマンカレーがありました。うん、朝ラー最高です。麺が4種類ぐらいから選べましたね。何よ。ちょっと顔白すぎだろ。なんで。日焼け止め塗りすぎ。しっかり塗らんと。日焼けの分持ってきたから。塗ってくれんの今。うん、塗るよ。ありがとう。日焼けなしでタイのプールに入ろうなんて。よしけ。焼けるよりいいよ。今からランチに行きます。イエーイ。ラフォーラ系列のホテルらしい。すごい。うわぁ。You can enjoy って。お、早速行った。お、なんか塗られる。あれだね。わぁ、サンクラサンクラ。なるほどね。優しいソンクラン。優しいソンクラン。はい、優しいソンクラン。イエーイ。気持ちいい。気持ちいい。あ、かけられる。あ、みんな顔につけてる。いいね。いいだろう。なんか。嘘。イエーイ、ハッピーソンクラン。お、かっこいい、かっこいい。すごいな。このホテルも超おしゃれだ。あ、ほんまやね。何このプール。インフィニティプールじゃない。すげえ、僕の。おー、ヤシの木が似合うね。すごい。わ、これが夜ライトアップされる。あー、なるほど。うわー、こっちのホテルも楽しそう。ここのプール。うわー、すごいね。ここ全部プールだ。天国だらけやな、カオラックは。いやー、あ、すごい。わー、プールと海の境目が分かんない。これやばいな。あ、いいね。はい、撮ります。はい、チーズ。はい、オッケー。ソンクランだ。知らん踊り。適当に踊ってる。おお。わー、すごい。山と海がある。あ、ベイビューティフォー。こりゃ気持ちいいわ。どうにかなっちまうぜ。あの人気持ちやろな。広大な海に一人だけ泳いでる。あ、本当だ、あそこに。一人だけやで、気持ちいいで。本当だ、誰も泳いでない。俺の海。すごーい。すげー。南国だ。これはあのパーフェクトスムージーっていう名前らしい。さきちゃんのは。私はね、ビーンビーアープって、多分意識高い系かな。スイカ。スイカとあのファッションフルーツとか、ちょっとライムとか酸っぱい系。トニーはリンゴジュース。トニーはリンゴジュース。じゃんけんよ。よいしょ。あー、美味しい。フルーツのさっぱりとした酸味。あ、
夏してる夏してるな。夏してる。1年経って初めてタイの移住した醍醐味というか旨味を味わってる気がする。確かにこれが旨味だな。これが旨味だ。去年行ってないもんね。うわ、うまっ。うまパインだ、パイン、うん、パインとリンゴとバナナと、もうなんか、うん、いろんなフルーツが混ざりに混ざりまくってパーフェクト。レコメンドタイフード。あ、レコメンドタイフード。センキュー、センキュー。すごい量だ。うわ、いっぱい来た。うわ、うまそうなのめっちゃ来たよ。すーげー、うまそうなの。これがピザです。好きなのしかないじゃない。最高じゃん。すごいな。うわ、うわ、うまそう。だから大きい皿に角煮1個乗っけて。いいですね。うん、うわ、うまっ。うん、これはね、どこかで食べた味。なんだっけ。あ、うまっ、これ好き。うん、うまっ。生姜がめちゃくちゃ効いてる。あ、めっちゃ生姜のってる。これうまっ、この豚のやつがめっちゃうまい。めちゃくちゃ美味しい。ご飯に合う。ご飯にかけて食ったらもう飛ぶぞこれは。これがちょっと帰ってきてね。うまいな。飛んでもいいけど帰ってきてね。何ですかそれ。あ、気づいちゃった。え、何それ。ザ・ヘブン。飲み物で生きんのやめて。あ、ごめん、間違えた。何。ジ・ヘブン。あ、腹立つ。陰キャは生きり慣れてないか、腹立つわ。ジ・ヘブン。ジ・ヘブン。ただのソーダにレモンがつくよ。ライムか。つくやつなかった。なかったですか。これだけ。そっか。砂浜散策タイム。ねえ、他にも宝物探してきて。砂浜好きだな。ねえ、やっぱ子供は砂があったら無限に遊んでくれる。日陰は涼しいもんね。うん。何味？これが天国か。何な、何味なの？天国。天国味。なかったよ。なかったか。パリピすぎて。うん、飲んだことない。わかんない。初めて。パリピすぎて味がわからない。映えやなこれ。あ、ASMR。あー、パリピやな。確かにパリピだ。わかんないでしょ。うん、全くわからん。うまいけど。美味しい。ほんまにわからん。何味なんだっけっていう。これ全然わからん。天国へいざなうドリンク。やばそうやね。ここが天国だよ。かわいいね。 T シャツ売ってる。ペイントできるじちゃん。あ、自分でペイントすんだ。うん、冷たい。Thank you。 あ、すごい。バイバイ。バイバイ、サーディーカン。よし、行くぜ。お、二丁拳銃だ。去年の借りを返す。去年はちっちゃいやつで行ったから。拾ったね。去年の忘れ物を取りに行く。かっこいい言い方して。その M1 の時の一言。いや、銃を水鉄砲持ってると絵柄が急に逃走中みたいな。動画になってきたね。おお、すごいすごいすごい。掛け合ってるね。結構あれやね、観光客の人も地元の人も混ぜ混ぜって感じやね。ね、
お裸、みんな水着で歩いてるやん。すげえトラックの上で水かけてる。すごいな。なんかバンコクはさ、そういう集まりの場に行ったらかけられるけどさ、普通の道ってあんまりかけられへんやん。あ、そうだね。ねえ、もうここは普通の道でもガンガンやね。全部がリゾートって感じなのかな。うわ。小麦粉あれは分からん。絵の具に小麦粉の絵の具ってやっといてんのかな。うん、前の車はもう水のタンクを積んでるね。すごいな。あんな入れ物ある？普通バケツみたいな、でっかいの。うわ、バイクにも容赦なくかけていく。すごいな。あー、やられた。やられた。色付き。すげえ。いやー、うわあ、すごいな。去年セントラルの方に行った時は、あのカラー小麦粉みたいなのはなかったな。うん、やってる人少なかったね。え、なんかベタベタするやつつけられたよね。ああ、あとなんか水かと思ったらジュースだったってこともあった。うん、そうこれからねカフェに行くんですけども、そのカフェまでちょっと歩くということで、水を水を、武器を、弾を入れてるぜ。よし、ちっちゃい。ちょっとカメラが濡れたら終わるんで、スマホ撮影に切り替えます。うわ、まずは味方から。なぜ身内を。敵を欺くにはまず味方から。行くぞ。結構ノリノリだな。行くぞ。あ、すごい屋台がいっぱい出てる。うわ、何これ、ストロベリー、すごい色。おお、いやー、あ、同じぐらいの子掛け合ってる。かわいいね。うわー、カフェ着きました。カフェに入れる格好じゃない。アイスクリームが食べれるらしい。おお、すごいおしゃれな。あ、アイスクリームだ。アイスクリーム食べる。わあ、美味しそう。あ、全部めっちゃうまそう。くー、おしゃれ。なーにこれ、なんですかこれは。え、トムヤムクンある。トムヤムクンアイス。え、どんな味。おお、あ、ユニコーン北海道ミルク。おお、ユニコーン、あら、かわいい。手止めついてる。これアイスかな。あ、海が食べれるよ。カメ食べれる。アイスだった。カメ、あ、もう食べてる。ココナッツアイスクリーム。さきちゃんはココナッツ。うん、他にも入ってる。それ何ですか。レインボーアイス。レインボーアイス。俺が頼んだのはこちらでございます。誰より求めは。でかすぎてシェアすると思われてる。うま、おいしい。バナナアイス。うーん、外が戦場とは思えんな。こういう街中のさ、名も知らぬ人たちとさ、水を掛け合ってさ、うん、はし上げ合うってなんかいいね。ねえ。ああ、なんとか視線をくぐり抜けて戻ってきたぜ。うわ、これすごいな。これ、うーわ、すごい。優先やで、優先。優先の水鉄砲。優先。この車さ、改造してあってめっちゃスピーカーついてる。うわ、あ、綺麗にしてくれた。 ありがとう。結構優しかったね、かけ方が。そうやね、うん、地元の人じゃないから、うん、ちょっとね、うん、あの遠慮してかけてくれてる、ね、みたいな感じだったよね。このあと、旧市街地に行くということで、うん、そこも結構そんくらい盛り上がってるみたいな。うん、こうなったら楽しむ方がいいよね。うん、こうなったら ね、日本もこういうのが一日あったらさ、うん、
ちょっと嫌いな相手ともちょっと距離を詰めれる昨日はああ言ったけどさ、ピュ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 、確かにね、ちょっと悪いと思ってんだよ、ピュピュピュ、仲良くなるきっかけにはなるよね、まあ、仲悪くなるきっかけにもなりそうだけどでもこの日ばかりは怒ったらあかんから、有名なお土産らしい。なんていう名前やろ。ダオソーケーク。どういう意味だろう。ダオソー。すごい昔からあるのかな。めっちゃいろんな賞を取ってますね。117年前。あ、今三代目。ああ、三代目。おー、すごい、すごーい、老舗だ。ああ、めちゃくちゃ歴史ある老舗だ。かわいいその人形これはもしかして1代目かな。1代目か。お土産買いましたよ。わーい、嬉しい。これ外から見るとすげえな、すごいおー、ここが旧市街地だ。建物がなんか作りが独特だね。なんか中華っぽい感じがあるね、うん、中華っぽさもあり、ちょっと洋っぽさもあるというか、なんかすごい、うわー、すごい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 、うわー何なんだ、水をかけられたよ、かけられたんだよ、え、洗ってもらったから、洗ってくれたんだよ、洗ってくれたんだピカピカになるよ、吸水しなければ。笑ってくれた旧市街地にやってきましたよ。なんかすごいすごい爆音、コンサート会場の裏じゃないかこれくれやばい、やばい、あの裏やばいよ、あかんやこれが正月だ、タイの。ちいかわがやられたね。びちょびちょだ。いっぱい打ちましたか。お、いいね。様になってるの。なんかあれですね。こうタイの人ってこう全力で楽しむね、本当に。ね、恥ずかしい、いいとかそういうのなく、ね、うわーって。それがなんか素敵だなと思いました。ちっちゃい悩み事とかどうでもよくなる。祭りやな。全部水に流しましょうって。うん。さっきちゃんほっぺたすごいわ。え？パパほっぺたピンク色、ママもピンク色。そうだよ。なんで？で塗られたからだよ。よかった今日は。楽しかった。楽しかった。今日でっかいエビらしいよ。バイキング。でっかいエビだって。お寿司。あるよ。え、あるの？わかんない。何よ。適当に言った。適当に言ったら後で王引くぞ。でもシーフードビュッフェって書いてあったから今日は。え、飴ちゃう？飴。あ。え、飴？飴だ。ギャー。うわー、2日連続だ。すぐ止むかな。これさ、
これさ雨がさ、うん、めっちゃ来たらさ、うん、こっちに水入ってきてくる、うん、いやザザブリザザブリだ。雨やんだ雨やんだ夜飯夜飯ホタルがいるもんね。え、ホタル、うん、どこにいる。いないよ。いないんかい。日本にいる。日本にいるよ。綺麗な水のとこにいるんだよ。タイにもいるんだって。今度あそこ泊まりに行こうか。ホタル空にいるよ。ホタル空にいる。おしゃれな言い回し。星が。そうか。ピラミッド色空のホタル。何これ。なんか席にサングラスと、この折ったら折ったら光るやつが。見して、あ、かっこいいかっこいい。かっこいい。いやちょっとね、うん、今チラッと料理のラインナップ見たけどやばかったわ。やばかった。ロブスターやばい。食べ放題。食べ放題。本日の食べ放題ラインナップ、まず牡蠣、そして海鮮エビとかね、前菜的なものもあり、何ですかこれは。もうおしゃれなものがあります。なんだろうこれ。あ、生ハムメロンか。で、うわやばい、これはやばい。ロブスターの食べ放題だよ。これ食べ放題。え、これ食べ放題なの、やばくない。マジかよ。今日も昨日と同様お寿司も食べ放題で、こういう巻き寿司もあって、え、お刺身も食べ放題。ちょっとね来るの遅れたから量減ってるけど食べ放題で、グリル系かな、ここら辺は。お野菜あって、お米があって、鶏肉にお魚に、あ、ムール貝、イカ焼きで、これは、あ、え、これウチワエビじゃない、違う、こんなん食べ放題な、やば。うわ、エビも超美味しそう。え、うわ、ロブスターが、ブリブリのロブスターが置いてあります。すげえ。あ、パスタを作ってもらえるみたい。で、ピザに、これはカレーかな、なんだもうわからん、全部美味しそう、最高。うわやば、これ食べ放題なの、本当やばいな。食べ放題ってやばい。あとで捕まらん。捕まらん。いいのかこれ。いいの。みんな食べてる。さっきあの大好きな生ハムもあったね。生ハムもあった。これってやばいよ。うーわ。すごい。本当にすごいな。これロブスターの食べ放題初めて見るんだけど。私も。このようにあるんだね。いただきます。やばやば、やばいよね、夢夢、本当にこれ食べ放題か、すごすぎない。どうしたの、緊張しちゃって。何緊張すんねん。ロブスターに人見知りしてんの。ロブ見知り。ロブ見知り、すごいな。うわ、食べ放題だから一口でいけちゃうよ。うん、確かに、もったいぶらずいける。最高最高、やばすぎる、うますぎる。食べ放題だからってしょぼいロブスターじゃない、めちゃくちゃうまい。エビすぎる、エビすぎるよ。味噌もすごい、一匹まるまるだ。うますぎる。
エビ祭り。こんな食べ放題があっていいのか。いい、全然いいよ。一人で喋ってる。こんな食べ放題あっていいよ。カオラックはエビが取れすぎるんじゃない、困ってるんじゃない。それでしかない。それか明日この店潰れるから。最後もうやけくそ、やけくそ。そういう関係じゃないと理解できない。人生でこんなにロブスターを食った日はないのね。ありがとう。静かに感謝を述べるのみ。今俺たちにできることは感謝を述べるのみ。バンコクに友達おらんくてもカオラックにロブスターおったらいいやろ。いいいい、全然いいわ。十分や。全然いい。寂しくなったらカオラックに来てロブスター食う。デザートコーナーがあります。すごい、ソンクランスペシャルだそうで、デザートが今日は豊富です。夢のようなデザート、すごい色合いが可愛すぎる。見てこれ、貝殻を模したチョコかな、なんやろ。その中にタイのね、スイーツが載ってます。ミニケーキも。いや、うまかった。あのロブスターうまかったね。うまかった。あのロブスタービュッフェがですね、はい、意外とお安くって、うん、1人当たり1350バーツ。安くね。意外と満足度に比べたらロブスターさ、無限に食べれてその値段は俺の中では破格中の破格なんだけど。お前な、リア君はエビが大好物やもん。大好物大好物。でも頭つきでさ、出てきて普通フルコース、フレンチとかのコースやったらさ、メインだよね。メインでな、ずっとメインが出てくるようなもんや。そう、無限メイン。ちなみに俺はあのロブスター5匹食べました。あ、食べてる。壊れてる。胃が ロブスターだけで胃が埋まってます。ビール飲まんけど痛風になりそうや。痛風になる。もうなってるかもしれない。最高でございました。紫になります。さっきさ、さきちゃんがご飯取りに行ってる時に、あのボーイさんが来て、お部屋番号何番ですかって言われたのよ、で俺部屋番号忘れちゃってて、うわなんだっけみたいな、確か3とか言ってたら、トニーが、パパ351億だよ。え、すごっ。パパよりしっかりしてる。パパより方向音痴じゃない。確かに確かに道分かってる。すごい。すげえ頼りになるな。部屋番号覚えなさすぎる。3日目なのになんで覚えられない。涼しいな。夜涼しなのが嬉しいね。涼しい。結構さ、バンコクやとさ、夜でも蒸し暑かったりするやん今の。全然だね。めちゃくちゃ涼しいね。あ、蒸し暑くもないし、ね、ないない、やっぱり。本当にあの気持ちいい夏の夜ね。あ、終わっちゃうな。終わっちゃうよ。タイの新婚旅行ということで記憶としていくつしようかな。タイの新婚旅行。部屋戻ってゆっくりしよう。もう一度落ちる。これだ。おー、すげー。これだ。あそこ。どこどこ。あそこ。どこどこ。プールな。あそこプールね。うん。こっちに曲がるの。朝ごはんの場所を教えてもらってます。すごいな、覚えてるな。ねえ、自分で行かせてみることが大事だな。ここじゃない。どこでしょう、覚えてるかな。お、こんなに下だっけ。本当にここかな。すげえ。これでご飯食べれるよ。たくましい背中だ。朝は
クイッティアオにしました。昨日も食べたけどこれうますぎて、胃袋にまだ4匹ぐらいロブスター残ってるほぼ残ってるやん。あなたもですか。シメホーキッズルームに来ました。クーラー効いてていいわ。あ、ミックサーだ今日もいい天気です。さきちゃんは今スパに行ってます。気持ちいいだろうな。朝ごはんを食べ終わってリオナリ君とトニーが、キッズコーナーで遊んでくれている間に私はじゃーん、スパに行きたいと思います。ひゃー、最高。こちらです。じゃーん、スパクククなんだろう。ロボが完成しました。あと お家まだ完成してませんロボできました。これパパ作、これがトニー作で、これが親子合作の家の階段。いいね。どう、いい感じ。オレンジにもつながる、うん、手を決めよう。めっちゃかっこいいのができました。すごい、すげえかっけえな。あ、お菓子もらえた。センキュー。プンプンカー。ママはどこ行くの？ママはね、スーパーに行ってんだよ。もう終わったらしいからママに会いに行こうか。はい、行ってきました。オイルスパー最高でした。めちゃくちゃね、ツルツルになった。どうも正規でじゃないよ。ママツルツル綺麗になった。うん、ありがとう。君はさ、コラーゲンの塊ちゃんだから今はスパいらないけど、ママぐらいの大人になるとロカヒカキンが知ってるんだ。ヒカキンが知ってるのか。ママはもうスッパスパスッパスパスパスパのみを食べたいぐらいスパが嬉しいです。今からね、リオナリ君がね、交代でスパを受けているということで、私は、今からトニーとね、部屋に帰って帰る準備をしていこうと思います。はい、枕の跡がついてる。え、嘘、どこどこに、パパスーパーで爆睡しちゃった。爆睡最高だった気持ちよすぎたいやー、リゾート満喫したな。したね。満喫しすぎたな。飛行機までまだ時間があるんで、ホテル内のカフェでまったりします。初日も来たカフェです。映えですな最後までリゾート楽しむね。ラベラ、いいホテルでした。いつも店員さんがケーキを私の方に置こうとするけど、あ、それは夫ですって逆やから。うちはこのチーズケーキめちゃくちゃ美味しい。たまらんです。これはね、炭酸ですごい酸味が効いてるブルーベリー味のドリンクで、これも美味しかったです。帰るぞ。バンコク帰るぞ。いや、満喫した3日間だったな。4日間、夢のようでしたね。夢のようだったな、本当にトニーがまた来たいっていうのが全てやな。そうだなカップンカープ、カップンカープ。おーバイバーイ。めっちゃいいホテルでした、本当にありがとうございました。カップンカープ、バイバーイ。楽しい疲れだな。うん、現実に戻るな。戻りたくね定期的にこういうバカンスを挟むと人生に活力が湧きますな。挟みてー定期的に挟みたい。セイキンさんがいる。セイキンさん、どうだった？セイキンさん、その楽しかった。
楽しかった、うんち。なんでこの年代の子供はうんちが正義なんだ。何が楽しかった？うんちブーブー台無し。ほら、ゾウさんとかカメさんとかあのファイヤーも見たでしょ、うん、なんか何が一番楽しかった？カメとゾウ。じゃあバンコク帰ります。はい、食べる。これ食べる。なんだろう、なんだろう。ドゥン、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。うん、ドゥン。え、開けられる？じゃあちょっとちょっと、まだまだまだ。ジーン、ジョン。お菓子だよ、お菓子。え、絶対美味しいやん、これ。お菓子の何これ？白あんが入ってる。あー、白あん、うん、パイ生地みたいなのにあんこが入ってるから。あー、はい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 、なんとなくわかる。うまい。うん、素朴な味です。うーん、甘すぎない。あ、そうなんや、いいね。